皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は最近購入したコーヒーの木についてお話しようと思っています台風の影響でずっと天気が悪く庭仕事ができないので室内で過ごしていました youtube を見ていたらコーヒーの木に関する動画が出てきました観葉植物として流通しているのは知っていたのですが今まで育てたことはありませんでした動画を見て急に興味が湧いて育ててみたいなと思うようになりました そしてたまたま立ち寄った近所の花屋さんにコーヒーの苗木が売っていたので衝動買いしてきましたなぜコーヒーの木に興味を持ち育ててみようと思ったのかその理由を2つお話しますそしてコーヒーの木を育てるにあたって気になる点についてもお話します園芸ガーデニングに興味のある方はぜひ最後まで動画をご覧ください コーヒーの木を育てようと思った理由一つ目は、実を収穫して飲んでみたいからです。コーヒーは毎日飲んでいて豆の消費量も多いので、数年前から生豆を購入して自家焙煎もしています。右側が焙煎したコーヒー豆、そして左側が生豆です。コーヒーは赤道に近い国々で栽培されています。例えば、ブラジルやコロンビア、エチオピアといった国々です。日本はコーヒーの栽培に適した環境ではないので、実を収穫することはできないと思っていました。 ところが youtube で実際にコーヒーの木を栽培して実を収穫することに成功している方がいることを知りましたそれで急に興味が湧き育ててみたいなと思うようになりましたただ実を収穫できるようになるまでは何年もかかるようですまだ小さい苗なので長い道のりになりそうですね コーヒーの木を育ててみようと思った理由2つ目は、日当たりが多少悪くても育つからです。観葉植物として流通しているだけあって、コーヒーの木は直射日光の当たらない室内でも育てることができます。日当たりのいい場所はバレエシュッコなど、他の植物で目一杯になっているので、これ以上植物を増やすことはできません。一方で、日当たりの悪い場所や室内であれば、まだ多少は余裕があります。コーヒーの木は大きくなりますが、なんとか栽培スペースは確保できそうです。 庭上ではなく鉢植えで管理する予定ですコーヒーの木を育てるにあたって気になる点があります最終的には実を収穫して飲んでみたいと思っているのですがそこで気になるのが品種ですコーヒーの品種は100種類以上あると言われていますが流通しているものを大まかに分けるとアラビカ種とカネフォラ種に分けられます カネフォラ州というよりもロブスターといった方がわかりやすいかもしれませんロブスター酒は強い苦みと麦茶のような香ばしい香りが特徴でアイスコーヒーやエスプレッソ用のブレンドに使われたり缶コーヒーやインスタントコーヒーの原料として使われています香りや風味といった点ではアラビカ種の方が優れているのでせっかく育てるのならアラビカ種の方が良いのですが残念ながらどちらの品種かわかりませんそこが気になる点ですね それでは今回の動画のまとめですコーヒーの木を育てることにしたのですがその理由と気になる点についてお話し,しました観葉植物としては知っていましたが実際に実の収穫に成功している方がいてコーヒーの木の栽培に興味が湧きましたまた多少日当たりが悪くても育てられるという点も嬉しいですよねただ寒さには弱いので冬越しには注意が必要になりそうです一つ気になるのが品種がわからないということです 何年もかかって実の収穫に成功しても、美味しくなかったら残念ですよね。せっかく興味が湧いたので、品種が明確な苗木を取り寄せてみようと思っています。何年先になるかはわかりませんが、収穫に成功したら動画でお知らせしようと思っています。